プラグ解放同盟はなぜ悪いのか、直球なタイトルですよね。本当はなぜ批判されるのかでもよかったかもしれないけども、批判されるも何もこの動画でこれから批判するわけだから、どっかの新聞の見出しみたいに回りくどいことを言ってもしょうがないわけです。じゃあなんで悪いのかっていうことなんですけども、これも話し始めるとキリがない。ただあえてね、一言で言うとすればマッチポンプな団体だからです。解放同盟というのがマッチポンプ、マッチというのは火をつけるっていう意味ですよね。でポンプっていうのは消防のあの水かけるポンプです。だから火つけて自分で水かけて消してるっていうことです。もう何が言いたいか分かりますよね。自分で差別事件を起こしてまだ差別があるぞって言ってね、この活動するわけですよ。そういうことをマッチポンプっていうわけです。それでね、詳しく話す前にまず解放同盟ってどんな組織かっていうと、東京都の港区に中央本部がありますね。でそして都道府県連がありますね、東京都連合会、あとは神奈川県連合会、あとブラック解放同盟大阪府連合会っていうふうにありますよね。あとはあの支部があります、何々支部で、何々には部落の名前だったり市町村の名前だったりそういうのが入るんだけども、であとはね、地域によっては協議会っていうのがありますね。何々市協議会とかね、そういう中間団体がある場合もあります、ない場合もあるんだけどね。でそれで重要なのはですね、部落民イコール解放同盟員じゃないですね。部落の住民っていうのはまあ100万人とか200万人とかそのぐらいいるだろうと見積もられてるんだけども、そのほとんどは部落解放同盟には入ってない、おそらく 1% もいないんじゃないですかね、入ってる人は。で地域によってはですね、自治会で入ってたりするんですよ、解放同盟に。そうなるといわば法人会員みたいな扱いになるんで、個人で入ってるというのとはまた違ったりするんでね。でそういう部落の住民だと、そもそも解放同盟にね、自治会が入ってるっていうこともね、知らなかったりするわけです。でそれを踏まえてですね、じゃあマッチポンプのマッチの部分、これもね、話すとかなり広い話になるんですよ。だからなるべくね、最近のこと、できれば現在進行形に近いことを話そうと思うんだけども、そのマッチの部分、火をつけるっていうことに関しては、まあよくあるのが、解放同盟がね、講演会なんかで、自分は部落民ですと、未だに根強い差別があります、部落でこんな活動してますっていうような話をするんだけども、多分ほとんどの人にとってはいや言われないとそんなことそもそも知らないしとかね、まあ知ってたとしてもいや言われなきゃ気にしないしっていうことなんですよね。だから自分でわざわざね、気にされるようにして差別されるようなことやってるんじゃないかっていうことですね。だからまさに火つけてるってことになると、だからそういう解放同盟の活動なんかがこうヤフーでニュースになると、ヤフーコメにね、いやそもそもそんなことを言わなきゃいいんじゃないのって、自作自演してるんじゃないのかみたいなことがね、どんどん書き込まれるんですよね。であとは不祥事ですよね。マッチの例として、まあ昔だったらね、八日高校事件っていう、あの八日高校っていう、兵庫県のとある高校で解放同盟員がその体育館でね、教職員をボコスカやったっていう事件が有名なんだけども、まあ最近でもですね、例えば2005年の飛鳥会事件ですね。飛鳥会って言ってね、これもまあ解放同盟の団体なんだけども、そこの解放同盟の支部長が大阪市の公有地の収益を猫ばばしてたってことですよね。それは何十億円も。でそういうのがあるし、まあ最近だとですね、やっぱりあの関西電力の森山英治ですね、あの解放同盟員がその童話っていうことで、その関西電力をまあ半ば脅しというか、ゆすりたかりのようなことをしてきてですね、で相当なお金を巻き上げてた。で逆にこうお金を渡して、それで何かね、後ろ暗いことをさせてたっていうね、まあそういったことが最近でも明るみになってる。でもうニュースになってないようなこともありますよ。あの詳しくはもう自転車見ていただければわかるけども、そういった不祥事っていうのもある。でやっぱしこれはインパクトありますよね。自分でそのブラック民だって言うし、でなおかつ悪いこともやってる、不祥事も起こすと。でもう不祥事っていうか、まあ、不適切な事例だともうこれだけじゃ済まないですからね。やっぱりもう半ばその脱税だとか、あるいはその本当に利権問題ですよね。そのこの役所からその童話対策なんかで
そのまあ、特定の業者だけがこう利益を得たりとか、まあ、そういうね明るみになってないことやもうメディアがあまり報じないようなことを挙げるともうキリがないぐらい でそういうのを知ってる人は知ってるわけだから、いやもう解放同盟って本当にねもう嫌な団体だなとか関わりたくないなって、でそこからやっぱ部落自体に関わりたくないなっていうのが出てくるわけです。まあまさにもうマッチですよね。火のないところに火をつけてもう部落というのが嫌われる理由を作ってるわけです。でそれに対してですね、まあ、解放同盟にシンパシーのある方で例えばですね、いやもう未だに根強い差別があるんだ、自分たちはね解放同盟は差別をなくすために活動してるんだって言うけども、いやでも解放同盟ってね、まあ、ルーツをたどれば100年前にね設立された、まあ、いわゆる部落民が部落を解放するための団体ということになっている、あの全国水平社を起源にしているわけですね。でそれが一旦戦時中に消滅してまた70年ぐらい前にね部落解放全国委員会という形で再興して、ですぐ後に部落解放同盟っていう名前に変えて今に来ているわけです。だから戦前の歴史を含めると100年で、戦後でも70年こうやって活動してですね、でなおかつもうこれ世代が変わってるんですよ。もう1世代2世代3世代で変わってるのに、それでもこのまだ差別があるって言ってることは、自分たちの活動がね解放同盟の活動がその無意味というのを通り越してその世代を引き継いでるわけだから、それもブラック差別をなくそうっていうよりもう続けようっていう気満々じゃないかと。ブラックヘリテージなんていうサイトも作ってますからね、ヘリテージって継承するっていうことなんで、いやもう次の世代へとブラックというものを継承するっていうことをねもう隠しもしてないのに、それで自分たちはブラック差別をなくそうとしてるなんてね、それは普通の人から見ればそんな理解超えてますよ。自分たちがそのマッチポンプのねどんどん火捨ててるじゃないですか、ということなんですよね。じゃあポンプの部分っていうと、それはあの自治体からねお金をもらってるっていうのがありますよね。まず団体補助金って今だいぶ減ってきたけども、地域によってはやっぱ何十万円で、場合によっては何百万円っていうお金もらってるし、で講演会なんかでねやっぱり報酬が出るし、それはあの 自治体が主催するようなので、まあ、10万円20万円って出たりするし、で企業がやってるようなものもあるわけですよ。でトヨタとかソニーとかね、その名だたる企業がね未だに解放同盟関係にお金出してるんですよ。それも40、50年前にね差別だって言って解放同盟に吊るし上げられた企業がもう40年50年経ってもそういうことをやってるんですよ。これもうなんか物事を解決しようという気ないですよね。とにかく差別だ差別だっていう方がそのお金もらえるし解放同盟も活動できるしっていう状態になってますよね。だからもうポンプですよ。もう永久にこうねシコシコやってるわけですよ、ポンプで水を出してね。でそういうのをやめましょうっていうふうにはならないんですよね。やめたらもう食いっぱぐれてしまうわけだから、だから解放同盟の活動についてね、まあ、知っていれば知ってるほど、いやもうあの団体は差別をなくすなんていう気はないんだと。とにかく何かしら活動してね、自分たちはその部落の団体なんだっていうのをアピールして、で本当はね部落を代表する団体でも何でもないんですよ。ほとんどの人は部落解放同盟とは関係ないですから。なのにそのね、一部の人たちがその自分たちは部落の代表みたいな顔をして政府に対して力を持って、それでまだ差別があるんだ差別があるんだってやってると、で不祥事があってもね、いや一部の人がやってることだって言って反省しない、いやその一部っていうのがそのあなたらのことなんですよと。で解放同盟の中に関しては一部じゃないですよと、もう組織ぐるみでやってるでしょと。例えば飛鳥街事典みたいなこの駐車場のね収益の横領なんかも、あんなもんねその2005年に初めて気づいたわけないでしょって、昔から知ってて見逃してたわけじゃないですかって。で今もその三重とかでね同じようなことをやってるのに、もう組織ぐるみでそういうことを見て見ぬふりしてるじゃないですかと、ね、だからその一部の人がやってるってもおかしいし、その差別解消のために活動してるって、そりゃ、ね、もう100年70年もやっててね、なくならないどころか次々とね次の世代に継承してるのに、もうなくそうとしてるなんてそんなこと信じられるわけがないじゃないですかって。で差別があるっていうことで活動してお金もらってる人いっぱいいるじゃないですかと、補助金受けるし、なんかあの本とかね、ヒューマンライツ、部落解放とか自治体とかね企業に売ってるしということで、だからもうマッチとポンプというのがずっとね永久に繰り返してるっていうことがあるわけです。まあそれが部落解放同盟が悪い理由のもうごく一部です。本当に氷山の一角、もうこの10分くらいで話せるのはもうそれぐらいのことしかないんですよね。だからまあ今回はね部落解放同盟がなぜ悪いのか、まあ本当に一部のことなんだけども、まあ話させていただきました。